パンポーン。こちらはエルデンリングの攻略動画となります。ネタバレを多分に含みますので、そういうのがお好みでない方はブラウザバックを推奨いたします。なるほど、やっぱりそういうことか。タニス様食ってるのか、これは。それとも悲しんでるのか。いやー、これヘビの頭かね。あ、これライカードの頭だ。なるほどな。あ、聞こうか。まだ待っていてくれ。なかなかに食べきれぬ。何してんだ。どうか私のうちに宿ってください。私はあなたの蛇、そしてあなたの家族になりたい。今度こそ共に神を喰らいましょうぞ。いや、頑張って食ってるんだこれを。じゃあまたなんかありそうだな。羊膜とか関係あるのかな。これは、これちょっと気づいてなかったんで前回。あ、なるほど、戦技を学ぶだけか。はい、わかりました。じゃあ特に何もなしだね。よし、じゃあとりあえずは、一旦このトラゴス、あとはライリー、ちょっと狩りに行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあとりあえずマカールのところから出ましょうか。さあ、ああそうだね、マカールのすぐそこだね。一応ね、この溶岩ドリューマカールとか、あとはラダーンのところでね、彼の姿を見たんですけれども、何者かはよく分かってないですね。さあよろしくトラゴス。いや、そのね、そうアーバレストとあれを持ってるっていう感じだったんだけど、あ、ドッスンロリじゃない、なんか。あ、ヒップドロップ。やばい、うほー、あぶねえぜ。これはなかなか当たんないね。あー、強靭で押されるか。ほい、ヒップドロップ。はい、ダッシュ R2、さあそれはいい。あ、これも強靭で押されるか。振り出されるとちょっと厄介だ。危ないね。あれ当たったらなんかどんぐらいダメージ食らうかよく分かってないんで、ね。はい、ここは2発目3、おっとマジか、2発目振ってくる前だったか。これ吹き飛ばせるね。これ当たったな。おっ、何、ほっ、おっと勝ち。よし、相打ちで勝ち。さあこれは何だったんでしょうか。とりあえず倒してルーンのことを鍵呼びだけをもらっていくと。さあ戻ってきました。大ヤギの兜、大ヤギの鎧、大ヤギの手甲、大ヤギの足甲と、まああいつの装備一式だね。大角のトラゴスの兜、金の大ヤギをモチーフとし強靭度が高い。トラゴスは女性の騎士として知られる。多くの遊び人が大角の助けを得て狭間の脅威に対してきたのだ。あ、なるほど、いろんな人たちのために助けに入ってくれてたという感じなんだろうね。一対の巨大な角が体を覆い揺るがぬ強靭を与えている。揺るがぬ強靭、強靭度47、すごいな。で次はライリーのところ行ってみましょうか。あ、ここだ、ありますね多分。オッケー、また変わったところにあるな。クレナズムライリー、クレナズこの歌知らない人多いか、もしかして。ライリー、後ろはこんな感じか。なるほど。あ、また弓か、なんか。ああ、調香師っぽいな。これは大変危ない。もう一丁いけるな。あ、ちょっとなんか怪しいな、その武器。なんかその武器嫌だね。オッケー。
この月、貴様を逃がしはしない。あれ、クレポスの黒剣みたいなの持ってたぞあいつ。まさか四角の手のものか。クレプスの小瓶、あ、やっぱクレプスの黒剣だったな。そうだよね。タリスマンとか、あ、タリスマンだ。クレプスの小瓶、装備者の立てる音を完全に消す。おお、最高じゃん。暗闇の霧を封じた神秘の小瓶、装備者の立てる音を完全に消す。円卓の暗部が用いたという呪具、かつて導きを外れた遊人は静寂に怯えた。これと見えない体使えばもうバレないんじゃないかな。ありだね。とりあえず火山館戻ってでタニス様の顔色見に行って、それからまた考えようかなと思います。新たな指令書が落ちてるとか、もうこれ終わっちゃってるからな、ないと思うんだけどな、先にやっちゃったら。あ、ある。あ、そうなんだ。違った、蛇骨の刀、純然たる技量型の刀、しかも2連切りで毒の蓄積値あり。あ、結構強そうだな。蛇の骨を模したという異形の刀、刃の腹にびっしりと生えた逆トゲは、逆トゲには致命的な猛毒が塗り込まれている。猛毒か。二連切り卓一した、ああ、私がね体験で使ってた好きなやつですね、二連切り。一旦タニス様のところ行ってみるか。あ、まだ食べてますね。あ、でもちょっと会話が進んだっていう感じだね。うん、オッケーオッケー。いやー、でもそうなるとやっぱラーヤの場所が気になるな。ということで時を戻しまして、ただいまですね、ライカードを倒す前まで時間を戻しました。次はライカードを倒す前にしっかりとこの火山館からの依頼をねこなした場合、どういう変化があるのかっていうのをまたね見ていきたいと思います。で、先ほどサクッとねやりましたので、この辺もねもう倒すところだけで飛ばしていきますので、よろしくお願いします。特に変わりなし。あ、依頼は終わったってのが出てきたな。ちょっと待って。あ、そうか、パッチがオツノントラゴスか。ちょっと勘違いしてたな。依頼は終わったぞ。あんたトラゴスを勝ったってのか。本当に？いや、いいんだ、よくやってくれたな。タニスには俺から報告しておくわ。ゆっくりと休んでくれよ。じゃあ一旦触ってみて変化があるかどうか。依頼の報酬は、チッ、あんた意外とがめついな。当たり前だろ。だがまあ確かにタニスから預かっているよ。ほらよ、取ってきな、ドラゴス狩りの褒美だとよ。おお、溶岩鞭の食材、これあれじゃん、あの邪神が使ってたやつだよ絶対に。なるほど、この順番でやらないとこれもらえないな。わかりました。と、進行付きの炎攻撃力無知、なるほどね。溶岩の炎姿、円周をかたどった三股の食材、ゲルミア溶岩を用いた呪具、それを振るうときだけ円周はしなる溶岩の鞭となる。溶岩の海、溶岩の鞭を大きく振り回し、一時自分の周りに溶岩の海を生じる。長押ししてる間鞭を振り回し続ける。ああ、これだね。そういえば白金人の杖あったな。あったあったあった。青い奇跡が埋め込まれた短い杖、古い白金人たちの奇跡剣、奇跡杖。白金人には秘密がある。彼らは魔術を神秘で振るう。本当だ、神秘に補正がかかってる。神秘魔法ってことは、あの泥人たちとちょっと関係がありそうな雰囲気にもなってきたな。いやー、なんか興味深くなってきたぞ。若き白金人の生皮をそのまま覆面としたもの、神秘が高まる。お、神秘いくつ上がるの。4本上がる。ひしずくの支配瓶の回復量が少なくなる。神肌ならぬ白金肌の覆面は長老的悪意の産物であろう。え、神肌と白金肌は何かつながりがあるってことか。よし、じゃあまあとりあえずそのままこのライリーさんまた倒しに行きましょうか。 OK、何？終わりだ。この辺も変わらずだね。ロイヨー。あ、話が変わった。考え事をしていたのです。いえ、やはりあなたにはお話ししましょう。夜の闇、
廊下でうごめく影を。ほう。それはこの部屋の隣の部屋に入り出てくることはありませんでした。見間違えでなければ私と同じ蛇の姿をしていました。私の知らない秘密があり、タニス様は私に何かを隠していたでしょうか。うん、なるほど、わかりました。白金エビトをこう実験台に使ったりなんたりしてるみたいな、その裏の姿を教えるみたいなのかな。いや伝えるでしょこんな。そうですか、やはり秘密はあったのですね。お前、タニス様は母は私を偽っていた。それでは私は本当に恩寵と共に生まれたのでしょうか。わあ、ここか。わ、渡すよ。これは何でしょうか。懐かしい匂いがします。海の親でなくともタニスはお前のことを愛していたのだよ。私の生まれたところ。なるほど、ここで使うんだ羊膜。海の母の一部であると。そうだよ、感謝します。やっと覚悟ができました。え、どういうこと。どのように生まれタニス様と出会ったのか。わあ、そうだよな、心から母と呼びたいよね。育ててもらったんだし、愛してたから。あー、辛い、ちょっと辛いな、なんかやだな。教えたくもないけど、教えることが彼女のためである気もしてしまったからな。あ、うん、お前この距離で勝手に喋り出すなよ。まったくうるさいやつだな。入り者らしくなってきたな。ありがとう、呼べるなら。やはり貴公が適任か。これを渡しておこう。ベルナールへの手紙。円卓の最初の遊び人たち、その生き残りどもを狩る特別な招待だ。はい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 。気が向けば次は戦場でまみえるとしよう。ベルナールへの手紙。火山岩からベルナールへの依頼の手紙。同胞狩り、その対象が記されている。狼の戦記バルグラム。はぐれ魔術師ビルヘルム。その男たちは王とローデールに。詳しい場所は地図の赤い印を見るがよい。あれ、ビルヘルムとバルグラムってさ、ちょっと待ってね。装備にね、いるんすよ。あ、これ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 。はぐれ魔術師のローブ。変哲もない厚布のローブ。円卓を訪れた最初の汗人の一人、はぐれ魔術師ビルヘルムの装束。魔術の源流にさえ触れた静かなる駆動者は、導きの果てに友たるバルグラムと相打ち、そのまま円卓に囚われたという。こいつとついにまみえることができるというわけですか。位置はどこだ、ベルナール。俺はこいつの魔法が欲しい気がしてきたぞ。わかりました。円卓のところだ。本当に円卓のところ。で、これがバルグラムで、ここに二人ともいるのかな。わかんないけど、まあ、行ってみて、後で考えようか。なんかあるのかな。アイテム拾ってたら実はなんかここで声かけれるみたいな、ありそうっちゃありそうだけど微妙ですね。またやってくれたのだな、いつもの礼だ。あ、これで蛇骨の刀がいただけると。あとあと、なるほどね。そろそろ伝えておくべきだろうな。真の主、我が王ライカードについて。おお、ここで教えてもらえる。アセビトに祝福を与えた。だがそれは導きの使命に対してとても小さい。はあはあはあ、まあ確かにね。故にアセビトは力をあさり争う。そうすることを求められる。エルデンリングが下ってきたとき、ダイルーンの君主たちが求められている。ああ、確かに。我が王はそれに憤った。分け与えられたものをあさり合う。そんな浅ましい生き方など受け入れられぬと。黄金樹が神が我らを愚弄するならば、配律の冒涜を犯してでも尊厳の反旗を翻す。あ、それが我がオライカードの決意であり、火山間の真意なのだ。あ、違った、意志なのだ。だった季語がこのまま永久の道を行くならば、いずれ我が王に今見えるだろう。戦う者たちの開墾はいつも美しいものだ。
その時が楽しみだよ。あー、ゾロヤさんの悩み教えてあげよう。あの子はそんなことを。最近少しおかしいと思っていたが、やはり悩んでいたのだな。ゾロヤさんは気候に心を開いている。だからこそ分かってほしい。知るべきでない真実もある。生まれなど当人に何の責もない。うわー、教えない方がよかったかな。これ我らは黄金人律に弓引こうとしているのだ。生まれなどくだらん話じゃないか。いや、多分蛇から生まれてる忌むべき落とし子なんだろうけど、うわー、でもそれでもな、それでも母と呼びたいんだよな。お前本当にいつもそんな感じだな。つらいなー、なんか。あー、いなくなった。うわー、ラーヤー、あいつもいなくなった。赤い手紙。火山館からの依頼の手紙。最後の空は鮮やかに赤く、同胞があり、その対象が記されている。地潮の騎士、ユーノホスロ。そのとこは巨人たちの山麓にいる。詳しい場所は地図の赤い印を見るがよい。巨人たちの山麓、山霊。ってことはこれ結構後だな。まあ、とりあえずじゃあこの2人をやっつけに行く感じでいいのかな。ライアいなくなっちゃったけどいいのか、おい、これ。ゾロアヤスいなくなったぞ、おい。ゾロアヤスの姿が見えるのだ。特に勧誘の任務もないというのに、やはり調べているのだろうか。どうして分かってくれないのだ。キクを頼みがある。火山館の主人としてではなく、ゾロアヤスの母として。もし彼女が自らの疑念に答えを見つけ、それに打ちのめされていたのなら、この薬を彼女に飲ませてあげてほしい。辛いことは全て忘れてしまうように。うわあ、ここで渡されるのか。辛い。ゾロヤスの尊厳を愚弄している。黄金樹が我らにするのと同じように。だが私はそう願わざるを得ないのだ。うわあ、そうですか。なるほど、全ては彼女の物語だったと。なら、バルグラム倒しに行こうか。とりあえずは一個はここだよな。二つあんのか。はあ、狼の戦記バルグラムたちの世界に。なるほど、2対1ですか。望むところですね。あれだ、あ、ベルナールさん、一緒に行ってくれるんですね。夜の水星か。 OK、 まず一人。なるほど、お前サリア系だな。めっちゃ強いのそれ。なんだその戦技。返されたか。もうないだろう。終わりだ。ベルナール、その戦技やばくないか。よし、戦記の兜、戦記の鎧、戦記の手甲、戦記の足甲。円卓を訪れた最初の遊び人たちの一人、狼の戦記バルグラムの兜。その異名のゆえとなる白狼の盾紙があしらわれている。古い伝承によれば、狼は新人の影。ほう、バルグラムまたそういうあり方を望んだ。どういうことだ。狼とは神の人のありようだったのか。わからんが、まあうまいこと言ったな。まあ2対2だったらまあなんとかなるでしょうよ、そりゃ。でも武器とか何かはもらえなかったな。まああいつがくれるんだろうか。よし、聞こう。待っていたぞ。お前の武器やばかったな。
他にするかな。先だって狩りの礼を受けた。貴公こそが手にするべきものだ。あ、ちゃんと報酬くれるんだ。ゲルミアの怒り。共に配列の道を行くとしよう。惨めな死を迎えるその時まで。これか。ゲルミアの怒り。大地から溶岩を噴出させ周囲にばらまく。知力28、信仰15。もう信仰足りてないね。もう全然足りないね。大地から溶岩を噴出させ周囲にばらまく。試しようで噴出時間が延びる。この魔術は火山の怒りであるというが、それを震えると考えるのは人のあるいは蛇の傲慢であろう。なるほど。これさ、もしかして巨人たちのところ行かないとダメ？あれ？そう。え、そんなことってある？ロールドの途上行って、ロールドの大昇降機行って、そんでもってここに行かないといけない。で、そいつを倒してからじゃないと火山館のやつ倒しちゃいけないなんてことあります？え、あるのだろうか？実際。こいつを倒すまで何？もしかして、ライカード倒さない方がいい？そんな説まである？別にわざわざそこまで引っ張らなくてもいい気はするんですけど。ん？お前の後ろなんか透けてるぞ、ここ。おい今お前のここなんか透けてたぞ。大丈夫か？さあ、プロロしてきましたがどうでしょうか。いや、なんにもないな。なんか個人的な予想としては、火山館の依頼をしっかりとこなしたら英雄として認められて、でそのままライカードに食われるような感じで案内されると思ってたんですけど、ちょっと一旦預けていいっすか。いいっすか、一旦預けて。どうせ戦技ズバンズバンするだけなんで、一旦倒さずにこのまま行っちゃっていいっすかね。自分それで行きましょう。まあ、倒すのは見たんでね、次はちゃんと依頼を全部こなした後どうなるかっていうのが気になるので、次はちょっと倒さずに置いておきます。今ね、やることをちょっと考えたんですよね。オートローデイルに向かいまして、やってない洞窟とかその辺をしっかりと探しながら英雄墓なんかもやって、それが終わったらこっちに進んでいくという道と、でもう一個はラダーンを倒したことによってね、このリムグレイブのどっかに隕石が落ちたらしいと、ラニのイベント関連を進めていくという方針の2つで考えておりますが、いや順番的には多分ラニーのイベントの方が先だと思ってるので、オートローデイルよりもちょっとそっちをちょっとねやろうかなと思いますということに今決めましたので、まずはこの落ちた隕石を探します。そしてノクローンへの道をねちょっと開けていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、予想としてはこの森の周辺、もしくはこの辺、あとは湖のあたりとかっていう風に思ってるので、そんな感じで行きたいと思います。相当大きい穴が開いてるんだろうかね。どうなんでしょうか。なっ、あそこか待て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 、なんか宙に浮いてるぞ。宿場跡、ハイト砦、そのあたりか。宿場跡じゃないな、もっと奥だなこれ。ってことはこれゲール、あ、ハイトトリデの近くだね。移動します。おお、やっぱ一気に近づいたな。こう大穴すぎんか、大丈夫かこれ。おっと、危ねえ。え、どっから降りるのが正解なんだ。ちょっとメッセージかな。裏切り者の後始末ができた。先にノクロに向かってくれ。すぐに追いかける。裏切り者の後始末。考えられるのがセルブスしかいないんだけど、大丈夫かな。あいつやられるんじゃねえか。こここうで。向こうにも行けそうだな。あるね、道。ここっぽいな。オッケー。で、こっから先、馬ダメですマークが出てるね。お、ロードも入ってる。
たんじゃない？ノクローンに下だね。ルーンのサイズ的にはそんなに大きくないね。ってことはまあ言っていい感じはするな。さあ永遠の都ノクローン着きました。ありがとうございます。とりあえず最初の祝福つけるとこまでは行きたいかな。これやだな。ちょっと待ってね。これね、本気で隠密していいっすか。やばそうになったらすぐに消えるという、そういう作戦でいきたいと思います。本当に無音だね。ほっ、いける。オッケー。足音ないから逆に怖い。さっと、オッケー。なんだこれ、銀雫の殻。不定形生物の硬化した殻。はあ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 。銀雫は生命を模倣する。模倣はやがて最短となり、いつか王となる。どういうことだ。模倣の王、霊下の統治。これもしかして、死儀霊の鳥系出てくる？霊下の統治って。うわ、霊気の状態異常を蓄積する炎じゃん。うわ、ぽそー。冷たい霊下を燃やす金属製の松明。地下川をさまよう落ちる鷹の兵団。あ、鷹の兵団？ほうほうほう。以前の古き王だな、鷹ということは。探索の果て、火種をなくした兵団は仲間の炎を燃やし、冷たい霊火を手に入れた。そして彼らは永遠の地下の住人となったと。じゃあ、死儀霊の鳥ももしかしてそれ系の人たち。なんだあれは。なんだあれは。一旦これ、試していいですか？見えざる体。あれ？見えてんね、これ。いつの世も、ああいう雨化けはまずい。あぶね、あぶね。え、何してんだ。なんか出てたぞ。だって遠距離もしてくる。これなんだ、見えてんのか俺のこと、こいつら。あ、見えてんな。俺使ってるはずなんだけどな、見えざるからだ。だって今はこれ完璧に見えてるもんね。黄金のルーン6。寄せちゃおう。さっと。まあでも、追撃が優しいから見えてないことになってるのかもしれないね。まあ、できるだけ楽してこう。こういう不安定な足場、もしくは不安定な場所では。よし。無音。あ、また泥人っぽいな。これどう？見えてんの？こいつら。あ、こいつらが、その、兵団の一種か。でもなんか見えてなさそうだな、とりあえずは。あ、見えてるわ。絶対見えてるわ、これ。絶対見えてる。絶対見えてます。おかしいな。俺の見えざる体はどこ行ってしまったんだ。まあ、とりあえず祝福が見えたんで OK としましょう。ロストクエストディスカバード。シーフラガは井戸下の近くにあったのか。永遠の都のクローンのかがり火が。へえ。永遠の都のクローン。ということで、今回はこのぐらいにしとこうかな。多分ね、火山館のイベントを拾ってるところでかなり時間食ってると思いますんで、動画時間ギリギリだと思います。次回はね、この永遠の都ノクローンをね、制していくところから始めたいと思います。ノクローンを制していくことでね、ラニ、そして、まあ、あの、カーリアの王家たちの一族の話、さらには D、そして資金の乙女のフィアの話とかもね、出てくると思いますので、まあ、さらにね、面白くなっていくんじゃないかなと思います。さあ、こういうね、丁寧な解説だったりとか、初見とは言いつつもね、しっかりとバックアップデータを取ってね、いろいろ考えつく限りのことはやっていっておりますので、面白いなと思った方、うまいなと思った方はですね、コメント、高評価、またはね、チャンネル登録していただけるとありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。良い子は寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。